葛飾区立青戸小学校は、東京都葛飾区青戸にある区立小学校。通常学級の他に、葛飾区唯一の南朝児通級、指導学級であるひばり学級と、東京時計会科大学葛飾医療センターに入院中の児童の学習支援のために、葛飾区教育委員会が設置している特別私学級のひまわり学級がある。 東京都教育委員会や葛飾区教育委員会の教育目標、並びに、葛飾区教育振興基本計画、本校の教育課題、地域や保護者の願い、児童の実態等を踏まえ、人権尊重の精神を基調とし、知、徳、体の調和の取れた児童の育成を目指し、次の教育目標を設定する。礼・笑顔、礼・元気、を思いやり、ひばり学級。 school.caxica.ed.jp 2020年8月17日閲覧ひまわり学級 school.caxica.ed.jp 2020年8月17日閲覧東京都教育委員会東京都における病院内教育東京都教育委員会ホームページ東京都教育委員会ホームページ2020年8月18日閲覧 葛飾区市現代昭和時代平成時代年表 www.city. 葛飾 .lg.jp 2020年8月18日閲覧 ab 令和元年度小中学校案内葛飾区2019年12月10日閲覧学校所在地アクセススクール葛飾 .ed.jp 2020年8月17日閲覧 ありがとうございます。